今回のテーマは頭皮ケアの成分について、前回の動画では医薬品であるミノキシジルについてご紹介いたしましたので、今回はですね、医薬部外品のこちら育毛剤についてご紹介をしたいと思います。もう本当にですね、女性用の育毛剤はもうたくさんありますので、まあ、その中でもですね、主なものをご紹介したいなと思います。でまずは、資生堂さんの、こちらアデノゲングレイシー、お店でも販売していますが、以前通っていた美容室でも使用されていました。主成分はアデノシン。効果としては資生堂さんのサイトに掲載されていますのは、1つ目、血行促進で抜け毛を予防、毛根に酸素を供給して髪に必要な栄養を行き渡らせます。そして、2つ目、発毛促進因子を産生して発毛を促進、毛根部でも産生されている成長因子の一種で、ヘアサイクルの成長期に関与し毛母細胞を活性化することで発毛育毛を促します。そして、3つ目、毛根の成長期を伸ばし髪を長く太く育てる、髪の成長が止まる時期、対抗期へ移行するのを防ぎ成長期を延長、しっかりとした髪に育てます。そして続きまして、こちらですね、アンファーさん、スカルプディボーテスカルプエッセンス、有効成分は肌荒れ防止としてグリチルリチン酸磁系、血行促進として酢酸 DL-α トコフェロール、玉崎スズラフジアルカロイド、着目成分は、女性ホルモンバランスの崩壊による頭皮環境の乱れ、サポート成分として黒大豆、青大豆、黄大豆のトリプルイソフラボン配合、発毛速度を高めるリデンシル、作用としてはバルジ領域にある毛包幹細胞の活性化、繊維芽細胞の活性化、抗炎症作用、血行促進、保湿作用などがあります。続きまして、カオさんのセグレタ、有効成分はこちらのティーフラバノンです。毛根の毛球部にある毛母細胞は毛乳頭との相互作用によりその増殖が調整されています。TCF-β は毛母細胞の増殖を抑制する因子として知られており、その作用が高まると毛は成長期から対抗期に移行します。ティーフラバノンは毛髪を対抗期へ移行させるこの TCF-β の量を減らし、毛の成長を促進します。続きまして、こちらバスクリーンさんのモーガ L ですね。モーガシリーズの特徴は生薬です。毛細血管を拡張させることで血液量を増大させる、毛包細胞を増殖させることでヘアサイクルを正常にし深く根強い髪にします。その他このように多くの育毛剤は和漢植物エキス、柑橘系のエキスが複合されているものが多いです。店頭では1000円前後、3000円前後、5000円前後のものが多くなります。スキンケア以上に頭皮ケアを継続させることはとても難しいと思います。今まで育毛剤をあまり使用したことがない方は、まず最初はですね、1000円から2000円ぐらいの比較的手に取りやすい価格のもので、継続ができるかどうか試していただきたいなと思います。使ってみてですね、毎日頭皮ケアができると思った方は、いろんな商品を試してみて、効果実感、使用感、香りなどで、ご自身のお好みのものを見つけてくださいね。私もですね、いくつか育毛剤を持ってるんですけれども、頭皮によりいいかなと思って使ってるのがこちら顔用ではあるんですけれども、成長因子を含むプラセンタです。いつも、洗髪後に、頭皮を軽くマッサージしています。頭皮の環境が良くなることで美しい髪だけではなく顔の、リフトアップの方にもつながってきますので、ぜひ皆様も頭皮のケアもしてみていただきたいなと思います。今回もご覧いただきましてありがとうございました。